新しい私いろいろ始める仙台いろは。桜井さん、今月の目玉商品どうしましょう、はい、今が旬のタケノコでしょう。いいですね。熊谷さん取ってきて。え、どこにですか。それは丸盛りでしょう。丸盛り。そこで今日いろは組が訪れたのはタケノコの里丸盛高野地区。こちらで田舎道の駅八島屋を営む八島哲郎さんにタケノコ採りのいろはを教わります。八島さん、私タケノコ採り初めてなんですけど。はい、大丈夫です。早速行ってみましょう。これちょっと手入れしているので、こんな風に、はい、あの竹林に光が入る。すごい。普通しか入らないですよね。す、他のとこと比べたら。最初タケノコからちょっと離れたところを掘りましょう。結構体力使う気がする、はい、こちらですね、はい、今度はそちら側に回って一撃で仕留めると。一撃で仕留める、はい、は、あ、もう一回、まだ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 貫通してない。掘れた、タケノコ掴んで。掘れた、はい、大成功。でかっ。こちらがタケノコ膳です。こちらは何ですか。はい、これはタケノコのお刺身です。お刺身、はい、うん、おいしい、はい、タケノコの風味がこうスーッと入ってきますね。あの、まあ、何も味付けしない掘りたてをただ茹でただけなんですけど、うん、タケノコのそのものの味がね、味わえると思います。おいしいです。ありがとうございます。高野地区で採れたタケノコはこちらの道の駅で購入できるほか、5月17日と18日の2日間、地産地消市場仙台いろはで採れたてを特別店頭販売します。丸森の里山に育まれたタケノコ、ぜひ皆さんに食べてほしいですね。はい、仙台いろは。意外とこれ重いんですよね。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。